満塁になりました。初球、さあ磯村の打球はレフトへ、レフトへ、グランドスラム。磯村が大仕事をやってのけました。磯村の一振り。今度は満塁の場面でのチャンス、センター方向伸びるぞ、どうだ、入った、入りました。カープは昨日に続いて満塁ホームラン。強烈な一本を東京ドームで果たしました。長野、低めに構えてうまく打った、どうだ、この当たりがスタンドに入りました。カープはこれで3日連続満塁ホームランが出ました。